はい、iPad で動画編集、今回は USB オーディオインターフェースを LumaFusion で使っていきます。 LumaFusion とか動画編集において USB オーディオインターフェースを使うメリットは主に2つあります。1つ目は高音質な録音環境を作ることで、2つ目がより良いサウンドチェックの環境を作ること。それでは順番にご説明していきます。でまず1つ目に高音質な録音環境ですが、今実際に使っているようにプロの音響用マイクを使ってより高音質な音声ナレーションの録音を実現することができます。で動画においては映像のクオリティもちろん大事なんですけども、伝えたいメッセージをしっかりと届けようと思うと声がちゃんと綺麗に取れているっていうのも重要な要素になってきます。で2つ目のお話、より良いサウンドチェックの環境について、音の作り込みやノイズチェックに使います。で USB オーディオインターフェースを使わなくても、例えば USB のオーディオ変換、ライトニングとオーディオの変換アダプターを使えばヘッドホンはもちろんつながります。ただ同じヘッドホンでもヘッドホン変換アダプターを経由してつなぐのと USB のオーディオインターフェースを経由してつなぐのでは結構音違うんですよ。なのでUSB オーディオインターフェースを使ってつないだ方がより広いレンジの音で聞こえて、サウンドチェックとかノイズチェックをする上でも有利な環境で編集することができます。では実際に LumaFusion で USB オーディオインターフェースを使っていきましょう。 iOS デバイスの良いところは本当につなぐだけで使えるようになるので接続は全く難しくないです。最近の iPad Pro なら USB-C のアダプター、これまでの iOS 機器であればライトニング USB カメラアダプターを経由して USB オーディオインターフェースをつなぎます。 USB オーディオインターフェースの中にはバスパワーで動くものもありますが、基本的には USB ハブなどから給電した方が安定すると思います。今実際に僕が使っているのはオーディエントの ID4 ですが、こちらも本当に挿すだけで使えるようになりました。パソコンと違うのはここら辺で、まあとってもあっさりとインストールが終わって解決します。あとは試しに何回か録音してマイクの位置とか入力の原因を調整してから本番の録音を行っていきます。でまあ実際試しに録音するとこんな感じですね。まずはボイスオーバーナレーションのクリップを用意して、そうするとまあ、iPad の場合下にですね録音のバーが表示されます。入力の原因のメーターが今動いてますよね。でそれで録音ボタン、左下の丸のボタンですね、押すだけですね。こんな感じで始まります。録音のチェックです、録音のチェックです。で終わったら OK のボタンを押します。でこんな感じで簡単に録音が終わります。綺麗に撮れてますね。また LumaFusion のいいとことして iOS のアプリながらオーディオ関係のエフェクトが一通り搭載されてます。でまあこれについてこの右上のエフェクトをですね、これについては関連の動画で紹介してますので、まあ、そちらも参考にしてほしいと思います。でまあ特によく使うのがコンプレッサーと EQ、 このダイナミックプロセッサーって書いてるやつと、あと EQ ですね。まあ僕は2個ぐらいあったらいいんでパラメトリック EQ でもいいんですけども、 EQ をですねうまく使うと音をより作り込んでいくことが可能になってます。はい、ということで今回は LumaFusion において USB オーディオインターフェースを用意して使うメリットについてご紹介しました。まあ実際に僕もたまに使ってますけども、音もちゃんと取れるようになりますし、あとリスニングの環境、サウンドチェックの環境ですね、特にちっちゃいノイズとか聞くときにすごく便利に使えますので、まあぜひよかったら参考にしてください。まあ、こんな感じでですねビデオエディティングの関連の動画をですね随時アップしてますので、チャンネル登録まだでしたらチャンネル登録お願いします。コメントもいただけるようでしたら不明な点とかあればコメントいただければお返しします。あとまだお時間あるようでしたら引き続き関連の動画はこちらに2つ出てますので、こちらを引き続きご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。